出身は福岡県の久留米市で DJ やってます、春樹です。活動は九州、久留米 で今は尼崎に住んで DJ やらせてもらってます。尼崎に来て今4年目ですね。今年で4年目。自分の初めての正規で iTunes でリリースされる音源あるじゃないですか。あれをエンペラーがプロデュースしてくれたんですよ、初めて。それでまあ1曲出せたものの、これからどうしよう、そこをジャッキー君がちょうど「あま来たら」って言ってくれて、で自分が出てきました。そうですね、めちゃくちゃ食らうことが多いです。すごくどこでもレゲエやってる人も多いし、刺激的で。チャレンジやめない男の子っていつまでお前は子供なの。2020から常やらないから成長できず同じところ。売れてないとかブレていないとか無名の言い訳興味がない。ゴッパチ握って歌ってる側が夢見せないならいる意味ない。ミリオンダラージュリーミリオンダラージュリービジョンは明確連鎖計画俺は俺のやり方で。そうですね、コンバットフューズも削り合いですね。すげえ、もう多分魂を使うってこういうことだなみたいな感じましたね。ルーラ君強すぎたし、もう燃えますね、マジで。バイブスが上がりまくるし、なんか正直そこまで何言われるかもわからないわけじゃないですか。だからもうヒリヒリします、マジで。本当にヒリヒリしますね。キャリアはもうほんまにビチコで20年ぐらいですね。20年です。ちょうど20年です。メインは大阪ですね。大阪アメ村。やっぱそのホーム G っていうのもあって、すごいやりやすかったですね。バンドやっぱ気持ちいいなっていうのと。まあ、そうですね。ほんま不安が多かったんで、やってみて、あ、できるもんやなと思いました。なんか確信っていうかに変わったっていう感じですね。妬み悲願の万枚常識礼儀を積み上がんないよ。言うてもわからん単細胞殺しの重要段階を。ミス生きがるなクソガキだ。 DJ も知らないどうだしがそうですね、前回踏まえていろいろ見て、まあまあ反省点は何個かあったんで、まあ、その辺を改善しながら、エンターテインメントできたらなと思っております。エクー君ですね、もうズドンみたいな声もでっかいし、すごいその破壊力やばいなっていう風に思います。正直もう見てたじゃないですか、もう目の当たりにしてるわけじゃないですか。もう正直もうめちゃくちゃ強いと思います。やばいですね普通に。上手やとは思いますね。上手やし、まあ、気持ちもある DJ やとは思いますけど、まあそれだけかな。下から上に来られた方がね、プレッシャーはちょっと感じる部分はあるんでね、負けられへんというか、まあ、そんなんはあるっすけど、まあいけるっすよって感じです。もちろんキャリアも上だし、場数も上なのは承知です、見てわかるんですけど、ただこの10年クラッシュこっち出まくってるから、その何やろな、ここまで取るまでそう簡単じゃなかったから、気持ちのかけ方みたいなところで俺はもう勝負するしかないんで、まあ、それは絶対そうなんで、自信、あります。僕が歌い出した頃あいつ何歳やったんやろうとか思うとやりやすくはないですね、はい。まあでも誰だって若いやつってみんな成長していくわけじゃないですか。その成長の過程の中で当たるわけなんで、
そうですね、まあ、今本当にフューズの時のインタビューでも言ったんですけど、今常に誰がやってるかだと思います。そうじゃないと多分イケてるやつとか出てこないと思うんで、もうはっきり言ってもう僕もあんま性格良くないんでね、あのなんぼでも悪口なんか出てくるんで、あいつがどういうね、イケてようがあのね頑張ってようが、もうこっちもチャンスなんで関係ないんで、まあ、ボロカス言うたろうかなと思ってます。そうですね、俺も言い返すことっていうより言いたいことがあるんで、自分のそれを言いたいようにやります。もちろんクラッシュやからコントラクションも含め相手は関係あるとは思うんですけど、お客さんおって、まあ、もちろん緊張もするわけで、その中で自分のエンターテインメントがどこまで出せれるかっていう勝負なんじゃないかなっていうのが前だった時にちょっと感じたとこですね。コンバットめちゃくちゃかまして、本当にあのジャパニーズレゲエのビッグ DJ になるってことを目指してます。20年前からレゲエやってて本当にすごいなとは思うんですけど、今やってるかやってないかの話なんで、絶対公演に行きます。よろしくお願いします。もうアルキーお前何言うてくれても何ぼ言うてくれても構わんので、全部受け返して全部返したるから、殺される準備しとけよ、お前待っとけよ。若いやつが思いっきり構わした方が面白いじゃないですか。バリバリ行くけんよろしくお願いします。DJ クラッシュ、プライドかけて DJ 戦うんで、熱い戦い期待してください。ブン。久留米から尼崎、そして全国へ、ここは通過点。地元の仲間、同世代のやつらと共に次のステージへ。次世代代表の DJ か、どれだけやってきたか、どれだけ待ったか、自分の価値を証明する時が来た。コンバットフューズで共に戦った DJ たちの思いを背負い、世代を超えた熱い戦いが今始まる。ハルキー VS ヘクー、いざ開戦。